こちらヨーロッパ企画福岡支部ポッドキャスト、毎週木曜夜9時からお送りしておりますラブ FM、 こちらヨーロッパ企画福岡支部ポッドキャストです。どうも石田剛太です。団長です。はい、というわけで団長、はい、オープニングはさ、お花見を僕が幹事をしたみたいな話をして、そうですね、なんか盛り上がったんだけども、時期的にもお花見の時期でもないしさ、ゴールデンウィークなのよ、世間はね、世間は、うん、そうなのよ。俺なんでこんな話してんだろうなと思った。いや、僕も聞きながらなんでこんな話してんだろうなって思いましたけど5月の頭にさ、5月の頭にまあいろんな事情があるわけだよね、はいはい、大人がね、はい、でもまあそうなの、ゴールデンウィーク今ヨーロッパ企画は京都でハイタウンっていうイベントをね、はい、企画してて、3日からなんだけど、うん、3日から6日までの4日間、ハイタウンっつってね、まあこれ福岡のラジオだからさ、あれなんだけど、ポッドキャストだからさ、せっかくだからこうやってハイタウンの話しようかと。そうですね、うん、いや今日リハで、そうですね、いや終わってさ疲れちゃったよ、くったくたのパワーやっぱお芝居って難しいね、お芝居って難しいねでも難しいな、いろんなコメディーをね、いろんなコメディーやってますから、コメディーって難しいなコメディーってっ一番難しいのかな、一番難しいです、それはやっぱり、うん、悲劇は簡単なの、喜劇は難しい、難しいです、悲劇は、悲劇なんだって、うん、舞台上で人死んだら海でしょあれ違う、多分そんな簡単なことなんじゃないんじゃない、井上ひさしがそう言ってなかったっ絶対言ってないと思うまあコメディ人笑わせるって本当大変だなって思う、うん、コメディ実験室ってさ、その、はい、目打っちゃってんのがすごい、笑えるものを作りましたよって言ってるわけでしょ、でも実験室ですから、うん、あ、実験だから、だから博士がボムンってなるでしょ、よく博士コントで真っ黒になるでしょそういうこともありよりますねっていうその実験っていうのは保険なの、保険身を守るための術ですね、あれは、そういうことなのか、いやもう毎日だから、元立誠小学校っつうさ、はい、何、木屋町にある高瀬川沿いにあるさ、小学校ね、元長州藩だか土佐藩だかの中のなんか場所にあった小学校、今はもう小学校としてね、なくなったんだけど、はい、その小学校の教室、職員室だったり音楽室だったりで、うん、行動だったりでイベントやるっつ、そうですよ、だからゴールデンウィークなんてさ、学校休みなのにさ、はい、逆に学校に通ってるっつね、なんかこう我らがね、我ら、うん、何このときめくった感じ、いや全然感じないけど、石田さんからいやパセリぐらいパサパサやってくるパセリ、うん、パセリは別にパサパサのもんじゃないよ、あれはあそこ上に置いててずっと誰も食わんからパサパサパサなだけで、でパセリって名前でパサパサ感あるだけで僕が引っ張られただけで名前にパセリは別にパサパサ、本来みずみずしいみずみずしいフレッシュもんやから、フレッシュとして置いてるもんやから面白いな、以後続けます、本当にコメディ得意やなもうコメディが服着てね歩いてるからコメディが服着て、ね、ウォーキングコメディとしてね歩いてますけども、うん、いや今日もだってなんか帰り道木屋町でちょっと笑われてたもんね、このゴールデンウィークの時期に半袖着てるからっつんで、半袖もデボールなって思ってで、しかもココイチ行くって大きい声で言ってたから笑われてましたね完全にあ、今バカにされたなっつって、今バカされたなっつって言ってたもんね、団長が思ったことすぐ信じまういや、いい服着てんなとは僕褒めたばっかりやったのに、迷彩のね、そうそうそう、なんか恥ずかしくなった、それが急に一緒にいることが、うん、なんで、なんやったら4月の中頃にもう半袖やったからね、一旦でしょ一旦季節感を間違えて、 T シャツ、いや僕は石田さんにおしゃれっていうのは先取りやって聞いたから、うん、あ、そうよ、僕はもう8月を先取りしたんです4ヶ月4ヶ月先取りしすぎやな我慢やなね、おしゃれは言うてましたね、おしゃれ我慢やからな、いや何の話やぐったぐたですね石田さん、でも今日はね初の石田さんの家で、あ、そうそうそう、収録ということで、ちょっとね、リハ終わって団長に来てもらってさ、僕ん家で、すごいですね、僕ん家で今収録中、
うん、いやいいおしゃれな、入った瞬間ちょっとお香の匂いしましたからね。あ、そうそう、これはあのええ匂いがするように。で電気つけても全然明るくならないし今これ明るいでしょ、今明るい、一番明るい状態でももうでもちょっと暗いからそれも暗いやや暗いですねコーヒーもいっぱい飲んだ後がある食パンハマってんねん俺でも。へえ、食パンうまいなと思って。なんかヨーロッパのブログに書いてましたね、食パンがうまい。食パンをね、まあ言うわ、コンビニでね食パンが大体160円ぐらい売ってんのよ、うんうん、で近くのパン屋さんで180円で売ってんのよ、うん、その差20円よ、その8パンに上がっても消費税が、うんうんうん、そこ変わらないで20円しか変わらないのに、うん、その味の差が、まあ、コンビニ、その山崎さんとか、まあ、名前出さんでいいか、うん、あえて、うん、コンビニのパンも頑張ってるとは思うけど、うん、やっぱパン屋のパンにはかなわないだろうね。そこで焼いてくれてますからね。そう、めちゃくちゃうまいのパン屋のパンが。へえ、食パンが、食パン生でかじってでさ、生でかじってんのよ。でさ、せっかくパン買ったから、A パン買ったから、うん、ピーナッツバター買おうかなと思って。あら、アメリカ人ライクな。そうそう、はい、800円ぐらいのちょっといい感じの、そう、普通300円ぐらいじゃん、ピーナッツバター、うん、値段せよは分からないけどなんか高い感じしましたね。すげえ、800円ぐらいのピーナッツバターを買ったのよ。はい、で食パンを最初は普通のコンビニでパン食べてたんだけど、はい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 、で、あーうまいな、やっぱピーナッツバター、うん、で途中からやっぱコンビニのパンじゃなくパン屋のパンにしようと思って、はいはい、パン屋のパンにしたら、はい、そのもうピーナッツバターを必要とせんでもうまいなと思うようになって急にじゃあピーナッツバターの入れ物が固く倒れたそうそう、もういらんなあれってだよこの話いや分からんけどただ微笑ましい話やな喉が治んなくてさ、あと今もうだいぶマシにはなってきてるんだけどね。なんか最近ちょっと風邪引き気味やったというか、そうそうそう、ちょっと弱ってましたもんね。そう、おい、なんなんだろうね原因不明の、だから団長のケツがさ、こう腫れたりね、腫れたりとかっていう、うん、まあ原因不明じゃない、その妄想像かもしれないですね、医者さんの喉に喉に海袋ができてるっていう。いやだな、いや本当にやだよ、こう大事にしないとね。役者ですからね。役者だからね。あさってから本番ですから。いやそうだよ、頑張っていこうよ。はい、まあ、そんな中、はい、そうですね、カクテル恋愛相談室、はい、やっぱこれですよ。だって本当にそのまあ一回最終回迎えたと、はい、オス番長さんの恋愛にね、まあいいようというかね、うまくいかんかったけども、でやっぱり結局来ないのよメッセージが、他の恋愛相談。僕もね、やっぱオスが最終回迎えたことにより、うん、出したくても出さなかった人たちが、うん、やっぱ600通ぐらい来るんかなって。ああ、そうだよ、パンクするんちゃうかなって携帯が遠慮してたっていうことでしょ、うん、リスナーさんも全然、これ実はオス番長以外聞いてないっていう噂がね最近3人でやってんの、3人でやってんちゃうかなっていう僕と団長とオス番長、あとお母さんと、お母さんとオスの4人で交換日記になってんちゃうかなっていう疑惑があるんですけどまあまあそれでもね、ただ、はい、そう、今回エピローグ的に、そうですね、うん、いやまさに、うん、エピローグエピローグオス番長さんから、はい、メッセージ届きまして、はい、その後のね、その後のその後のアフターストーリーが、うん、はい、ちょっとじゃあ団長お願いします。じゃあカクテルの相談室、もうね、米印で今週は読んでいただかなくても構いませんって、ね、そんな文まで書いております。いや本当にだから他の方のこう恋愛相談みたいなのが来てたら、うん、まあ僕らだけでこう見るつもりだったんだけど、はい、読まざるを得ない得ない状態ですからじゃあ行かせてもらいますね。考慮してください皆さんおす、石田さん、団長さん、ミヤディさん、お疲れ様です。放送では、この前のね、この前の放送ではまだいけるんじゃないかなどの話がありましたが、うん、あのあとその先輩からメールが来たのでお送りします。メールが来るという、告白した先輩、振られたその先輩から、劇団の先輩からね、うん、その内容は、ああいう雰囲気が苦手だから逃げてしまった、うん、何よりも部内恋愛が本当に嫌だ、
終わってからも進路決めや実習などがあって忙しいから、これからも OK は出さないだろう。追いかけることも諦めることも自由だけど、他にいい子を見つけたらそっちに行きな、という旨でした。このようなメールを送ったり、うすうす気持ちに気づきながらもご飯に付き合ってくださっていたり、その後も稽古場や作業場では普通に接していただいていたりと、本当に素敵な方なんだなと改めて思いはしましたが、大丈夫です。先週は強がりだったのかもしれませんが、今は完全に吹っ切れております。また新しい恋がありましたらメール差し上げます。その時はどうかよろしくご指導を願います。なるほどね、はい、というようなメッセージですけどね。そうですね、まあ追伸読んでもいいですか。追伸何？団長さんがカッパ応援するといったツイートをカッパの先輩が見つけてしまい問われ、隠し隠しではありますがラジオに投稿しているということを話してしまいました。もしかしたらこれまでの恋愛の経緯がカッパ団員全員ダダ漏れになってしまうかもしれませんっていうことです。あ、いいじゃん。劇団カッパ、劇団カッパ。そういうことでございます。皆さん検索してください、劇団カッパ。そうですね、ダダ漏れだろうね。ダダ漏れでしょうね。いや、これさ、だから僕一個言っていい？はい。こんなさ、まず思ったの、はい、まずね、うん、大丈夫かな、最低のこと言うかも分かんないけど、大丈夫です、うん、オス番長さ、はい、もうあえて呼び捨てにするけどさ、はい、そう、先輩からのメールのその内容を人に教えちゃダメでしょ。このコーナーを否定するかのようなあれですけれども、確かにメールはさ、その個人的に送ったもんをさ、うん、こんなん来ましたっつってさ、人に知らせることじゃないよ。押すって言いながら。いやいや、でもとはいえ教えてくれてありがとう。そうですね、うん、ありがとうの頃しかないですけど。まあでも内容をさ、でもね、まあ言うって最低だよ、そのという胸っていうことなんで。まあまあちょっとオズフィルターはかけて。そうだよね、ひょっとしたらちゃんと語尾がね、なっちゃうかもしれないけど、逃げたっちゃ、こんなメールが来ましたっつって全部送ってきたら最低だけど、それはもう僕らも本当殴りに行きますけど、すぐ。そうだね、はい。でもさ、このメールの内容さ、はい、先輩、あ、団長的にはどう思う、この先輩のメール。僕ですか、うん、いや僕はどっち、これ。いや、これ僕は全然押せ押せやと思うんやけどな。あ、そっち、あ、そういう意味、うん、そういう意味ね。いや、俺でもこういうメールを送ってくるってすっげえ優しいよね。いや、それはそうですよ、すごいよね、めちゃめちゃ優しいと思う。これさらに好きになるよ、パイセンの。こんなこと、うん、俺もちょっと先輩のこと好きになってるもん、こんなさ、ね、何ちょっと、そのあれでしょ、部内恋が本当に嫌なんだと、うん、ああいう雰囲気が苦手だから逃げてしまって、うん、もう可愛いじゃん、ああいう告白されて、なんかさ、うん、ああいう雰囲気が苦手だからで、告白された時の言葉が、おお、そうか、ちょっと強がり的なね、うん、うん、いや、これ可愛いし、その終わってからも進路決めや実習などがあって忙しいから、これからも OK は出さないっつって、うん、その脈はないですよってちゃんと言ってあげてるところもなんか優しいよね、うん、こういうのでなんか脈あると思われたりするかもしれんけど、もう絶対それはないからねっていうのが優しいで、最後その、まあ、で追いかけることも諦めることも自由だけどっていう、この別に来てくれてもいいけど諦めても別にどっちでもいいけど、まあ、ちゃんと普通に接するよっていう感じが出てますから、優しい、このタイムで OK 出さないだろうってメイビーですからね、これは大丈夫ですよ、ちょっと含み入ってる、含みありますよ、これは。こちらともしくは、うん、オスが圧倒的にポジティブな文面で送ってくれもっときつい感じ、ほんまはもっときつい感じだけど、もう僕らにそれ送ったらもうえらいことなりそうやから、なりそうやからポジティブにしてくれたか、どっちかと、あ、どっちかやなそれ。いや、でもこんなことされたら余計好きになるよ、こういうことされたら、こんなええとこ見せられたら、いや、オス番長そう吹っ切れたって言ってるけどさ、うん、いや、これ、いや、でもたまにある女子でさ、なんかこういう、うん、いや、そんなんされたら余計好きになるやんみたいな、うん、振られてるけど、なんかその悪も嫌われ嫌い
いや分かる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 、言いたいこと分かるでしょ。全然言えてなかったけど、本気なりすぎて言えてないけど嫌わせてくれよ、うん、こっちにね、こっちにお前のことを嫌いにならせてくれよ、うん、って思うのよ本当に。振られた時なんてうん、そう、あ、そんな優しくされたら余計またずっと好きなままやん俺。ずっとお前のことお前のこと俺ずっと好きなままになってしまうやんっていうことあるわ。追い続けてまうわ。あ、まあね、でもまあ新人さんも入ってくるでしょうから、この新1回生といいますか、まあね、新1年生、いや次行くしかないからね、もう本当にこうなったらもう無理だって言ってるし、まあでも進路決まったら、まあ、そこまで好きで居続けるっていうのも、まあ大学生ですから ね、ここの話ですよ。うん、ここはもうこれもう返したら、じゃあ進路決まって就職し決まったらまた告白しますみたいなさ、そっから先は、うん、OK かどうかあれでしょうみたいな書いてませんでしたよねあの時。いやいやわ、いやいや邪悪さが振られてるのにしつこいわ嫌いって言いたいのに本当は言ってないだけなのにこいつ行間読まへんわ鈍感やわ番長鈍感なうってツッターで書かれるかもしれないですそれは。いやそうだな、だから次行ってくれっていうことなんだろうな。いやでもあるよな本当そういう時も、はっきり言ってくれないのになっていう時あるわ。石田さん、その大学でサークル時代っていうのは、うん、後輩と付き合ったりしたんですか？後輩と付き合ったりした。先輩より後輩？先輩となんか付き合ったことない、僕年上と付き合ったことないんじゃないかな。で高校の時1個でしょ？ああそうそうそう、それぐらい、それ1個なし。こんだけさ、なんか最近熟女が好きとか言っときながらさ、うん、うん、なんちゃって熟女好きなのかもしれないね、だからそういう意味でポーズなのかわかんない。じゃあもうやっぱでもこう女の子の後輩ってやっぱ先輩見ますしね、やっぱだからオスももうやっぱ後輩とも付き合うしかないんじゃないですか。後輩がいいよね。うん、団長はロリー巨乳ちゃんが好きでしょ、だって基本的には。まあ別にロリー巨乳ちゃんでも白くちゃババアでも白くちゃババアでもそんなないやろこの路線なかったですかその路線ないでしょ、シワシワの。ああそうか、そうですよ。いや新たにね、なんかこう踏み出すっていうのが春だしね、うん、そうですよ、うん、出会いと別れがあるシーズンですから、新たな出会いを、うん、そういう感じで言ってほしいですわね。そうだね、まあ今週はこんなところかな。ほんで、ね、本当にあれだね、なんか相談来てほしいよね。相談来てほしいですよ、オス番長さんのお母さんからの相談とかね、なんか本当それこそ大人の旦那があって旦那が最近冷たいのとかさ、オス耳塞ぐわオス震えるわそれは。いやでも欲しいなメッセージ。でも、ね、やっぱ若い人多いのかな、このラジオ聞いてる人ね。どうですかね。でも確かに大学生の恋を僕ら今まで扱ってきましたから、まあ、結局そうなんだよな。そろそろもうよそじいそじの、うーん、大人のディープなやつをね、まあね、僕らが戦っていくっていうのはありますよ。その辺になってくると本当わからんからね僕らもそうだとか言っときながら、僕らが子供ですからねその人らからしたら、実はやろ、両片思いでわー言ってる、言ってるやつら青いな青いやつらやな、うわーええわー手のつなぎ方でわー言ってるまあそうだな、こちらさんのところですか。はい、はい、ではでは、コス番長さん、新たに好きな人が見つかったらまた連絡ください。はい、はい、というわけでまた来週も聞いてください。 Love FM Podcast、 Love FM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも Love FM が楽しめます。 Love FM.co.jp にアクセスしてくださいね。 Love FM Podcast。